本項目では2013年3月5日に死去したベネズエラボリバル共和国大統領だったウゴチャベスの死とその影響について詳述する。中南米地域での反米同盟の名手とも言われたウゴチャベスの死は地域情勢に大きな影響を与えるとされた。2012年6月11日治療の副作用で顔が腫れたチャベスチャベスは2011年6月6日に ベネズエラを出国し、ブラジルとエクアドルを外遊した後、キューバに到着。この頃には左膝に痛みを訴えており、杖をついた状態で首都ハバナに降り立ったことで、フィデル・カストロゼン国家評議会議長に病状について質問され、6月10日に現地にて骨盤老用と野球のボール台になっていた、眼性腫瘍の緊急摘出手術を受け、 その後しばらく首都ハバナで療養を続けた。当初は骨盤のようのみ病状が公表されていたが、実は重病なのではないかという憶測がなされていた。一方で病気ではなく、美容整形手術を受けたのではないか。病気により同情を引くことで2012年10月に予定されている大統領選挙を有利に進めようとしているのではないかという声さえあった。6月28日には、 カストロと会話している写真が公表されるなど、ベネズエラ政府は、重病説の払拭に、薬期となり、6月30日には、チャベス本人が、テレビ演説で自らが癌であったことを公表、回復に向かっていると宣言した。7月4日に帰国したが下旬に再び、キューバで手術。化学療法は続けられたため副作用で顔が腫れ、髪が抜け落ち始め、8月1日には、 丸刈り姿で公式の場に登場した。余命2年とも言われる中、10月20日には、がんの感知を宣言。12月7日には、チャベス死亡の情報が、ウイルスが添付されたメールで広まったが、これは、ほどなく、デマであると判明した。回復をアピールした、チャベスだったが、2012年2月18日に、キューバで受けた検査で再び同じ部位で病変が見つかり、2月下旬に、 再手術を受けたが、転移はなかった。4月には、死亡説が流れ、閣僚がこれを否定するなど10月の大統領選挙への出馬を不安視する声もあったが、国民の支持は高く、ジャベス自身も再選に自信を示した。10月7日の大統領選挙は放射線治療を受けながら、なんとか選挙運動を展開し、野党統一候補のエンリケ・カプリーレス・ラドンスキーを、 退りけ4千を果たした。2013年3月7日、軍士官学校前に集まるチャベスの支持者2012年12月8日、チャベスは、ガンが再発したことを公表。自らが、職務遂行不可能になり大統領選挙の再選挙が実施される場合は、ニコラス・マドゥロ副大統領に投票してほしいと、表明するなど、自らの後継者指名を行った。月日に、 キューバに到着し、これが、公の場に姿を現した最後となった。翌日には、通算4度目の手術を受け成功したが、想定外の出血が見られ、呼吸器感戦による合併症を起こしたことにより、呼吸困難となったことにより、1月10日の大統領、就任式は、チャベス不在のまま行われた。予定されていた、就任先生は延期され、結果として、 チャベスの4期目の大統領就任先生が行われることはなかった。その後もチャベスの動向は伝えられず、2013年2月15日にようやく術後の写真が公開された。期間チューブを使って呼吸し、会話が困難のため筆談で指示を行っていると説明された。2月18日にようやくキューバから帰国し、首都カラカスにある軍の病院に入院した。 3月4日、チャベスが新たな重度の呼吸器系の感染症にかかり、デリケートな状態になったことが公表された。死去する直前、周囲に死にたくないと言おうとしていたと思われることが明らかにされている。2013年3月5日、チャベスは58歳で、その生涯を閉じた。直接の死因は、心臓発作であったとも伝えられている。チャベスの壮列死去後、 エリアス・ハウア外相は7日間のモニフクスと発表した。棺に入れられたチャベスの遺体は3月6日、病院から霊柩車で運び出された。マドロ副大統領とボリビアのエボ・モラレス大統領が歩いて霊柩車を先導し、その間、支持派のシンボルカラーである赤の服を着た多くの支持者に見守られながら7時間をかけて首都カラカスにある軍主官学校に運ばれた。 翌日からは安置されたチャベスの遺体を一目見ようと数多くの市民が訪れ、7日には4キロの行列ができ、9時間待ちとなった。3月8日に軍士官学校にて葬儀が国葬の形で行われた。葬儀には30カ国以上の首脳など、多くの人々が参列を行い、マドロ副大統領が棺の前で長辞を読み上げた。 葬儀後一週間は1992年2月に、チャベスがクーデターを起こした山の兵舎にて公開され、一般国民の弔問を受ける。首脳級の参列者の一部を挙げる。このほか、アメリカからも、グレゴリー・ミークス会議員やジェームズ・ダーハム、中ベネズエラ臨時代理大使などからなる弔問団が派遣された。チャベスの友人だった、ショーン・ペンやジェシー・ジャクソンも参列した。 2013年5月9日、マドゥロ大統領からチャベスの肖像を受け取るルセフ大統領、チャベスの死去を受け、CDS 市場において、ベネズエラ国債の保証コストが上昇を見せた。ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、すでに2013年1月の時点で、チャベス死去を想定して、ベネズエラのソブリン再格付けをネガティブに下げており、チャベス死去が即時に、 格付け変更に影響は与えないとした。また、ベネズエラ国営石油会社は通常通りの業務を行った。2013年11月、ベネズエラ政府はチャベス前大統領の功績を称え12月8日を祝日にすると発表した。死去直後、チャベスの遺体はガラスの棺に入れ永久保存する方針が発表された。カラカスにある 革命博物館内での展示が予定されていたが、エンバーミング処理を施すのが遅れるなど、防腐作業が大変困難であることが分かり、永久保存は断念されたことが明らかになった。今後の遺体の扱いについては決定されていない。ありがとうございます。